もうあ秋の装いやんね。はい、なんかすごい、なんかだいぶ涼しなったし、はい、おしゃれよね。おしゃれ。まだ夏ですか？まだちょっと、うん、まだ半袖やね。なんかすごい大人っぽいよね、ファッション。はい、そうなんです。あ、ブーツ？はい、ブーツです。あ、ブーツとか履くの？ブーツ履きます。なんかもうスニーカーとかかなと思ってた。ブーツ履くんです。黒も持ってます、同じやつ。なんかすごい大人のひでたちやんな。はい、俺その、いやもっとなんかこうカジュアルな感じだと思ってた。本当ですか？なんかちょっとドキッとした。そうなんです。なんで俺に髪がないの？俺ちゃんといつもの距離歩いたぞ。すごい。いやいや、無線とって渋谷ちゃん来てくれた、嬉しい。すごい、ありがとうございます。初ゲストじゃないですか？初ゲスト。わ、嬉しい。そう、コラボしてないですよね。コラボしてないよね。したことないのよ、うん、なんか意図があったんですか、しない何の意図もなかった。まあまあ一応計算ではあったけど何の意図もなかった。そう ここぞっていう時。そう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 、そういうことね。どうでした？いやいや、すごい嬉しい。私の方が嬉しいです。本当？いやいや、こちらこそよ、はい、いや、すごいわ。なんかこんな、だからどんどん大人の女性になっていくから。でも気持ち悪いな。何を言ってんねん。すごいシック。はい、何すごい、こんな、そんな感じ、そんな感じでしょ、いつも格好、ファッション。なんて見せてごめんな。なんて俺喋ったら、ごめんな。ちょっとなんか喋りにくいやんな、変な、はい、ちゃう変な質問だ。秋っぽいお装い、秋の装い、秋の装い、ね、でも津田さんもちょっと秋っぽい感じですね。津田さん秋の感じで、ほんとよろしく。なるほど、大忙しやから、うん、まいね。なんかね、今あのちょっとなんか改装みたいな。すごい、こんな新しい、どんどん、こんな新しいビル改装する。どんどん言うてるよ。そうそう、なんか今ちょっとね、うん、ちょっと何すんの。そうだから、渚ちゃん来てくれて、いや嬉しい。今日はちょっとなんか、はい、なんかやってくれるんやんな。はい、私本当にもうダイアンさんが大好きで、うん、よう言うてくれる。ほんまに、はい、方々で言うてくれてて、はい、おかげやで、ほんまに。どの番組出ても誰が好きですかって、うんうん、ダイアンさん絶対言ってるんです、うん、ありがたいよ、はい、そういうのなんか普通先輩とかがやってくれる。嬉しいな。ありがとう。ほんまにアイドルの子がやってくれてありがたいよ、はい、ありがとう。そうなんです。だから、うん、本当にそんな大好きなダイアンさん、うん、そしてこのね、私 YouTube も大好きなんで、もうめっちゃ見てるので。そうな、嬉しい、はい、その中で、うん、私が選ぶ、うん、ダイアンさんの好きな動画トップ5、をちょっと発表したいなって。ベスト5？ はい、嬉しい、嬉しいわ。一番最初とかもね、ほんま2人だけで撮ったやつとか、一番最初携帯にね、マイクつけてやったり、YouTube 始めますみたいな、何も決まってないで、はい、2人だけで走り出して、もう捨てる、なんかやっぱ尖ってたから、はい、何も決まってないけど、とりあえず走り出そうや、はいはい、じゃあそれでは、うん、まず、第5位は、第5位、エイプリルフールの嘘みたいな嘘動画です。え、何やったっけ、エイプリルフール嘘動画。嘘かった、急に気づいた。どんなやったか覚えてない。覚えてないですか、うん、多分覚えてないと思うんです。覚えてないな。だって、うん、すっごい緩かったんですよ。なんか緩いけど、薄すぎて緩いけど、絶対これもその場で撮ろうってなって撮ったんやろなっていうのが画面からにじみ出てる。あのラジオブースで撮ってるやつなんですけど。そうなんや、はい、覚えてないね。これでラジオブース、俺も楽屋のやつかなと思ってた。ラジオブース、いや、あのゆうすけさん の、はい、あの伝説のダンス、うん、覚えてないですか？ダンス、ほんま覚えてないやつ。覚えてないですか？ダンスほら、ゆうすけさんが。
フリや何これの何がこれの何がエアフリやノンジャンルやほらほらほらかっこいいこれいいねえなこれ何がエアフリフルなのありがとうこれ気づいてこれこれ虎のポーズみたいなこれ中国の虎のポーズみたいな何やねんこれ何がこれ何がええねんいや本当これぞダイアンさんこれやめてくれよもっといろいろあるやろこれぞダイアンさんこれが本当にすごいいいところなんですこれがダイアンさんの魅力どこがいいとこなんゆうすけさんは、うん、ポーズと言ったら絶対手を広げるこれしかよう見てくれてるわ、うん、やっぱりねちょっと大きく見せる何でもポーズってなったら手を広げるゆうすけさんが最後にこれをしたっていうトランみたいなポーズね確かにねこれで閉まったよドラっぽい音でドラ、うん、終わりって分かったし、はい、新しいユウスケを見せてくれたなるほど、はい、確かにそれを引き出した津田さんあのグラフ好きやねんやろあのラジオブースで何か当たったったらちょっとこれでも確かに何やろその場でやってる感じには見せてるけど、うん、これちゃんともう実はリハとかもやってるしてんねんこんなもんそうなんですかどこがしてんねんこんなもんあの前日リハもやってるしやってるかこんなもん、なんとか尺稼ごうって何回も踊らしてるこの時期のダイアンさんってとりあえず多分なんかその YouTube の企画会議みたいなした時にそう、うん、エイプリルフールとか季節ごとになったを行事ねそうそうやった方がいいっていうことでとりあえずエイプリルフールとかの季節の言葉つけたらいいって、ね、バレンタインとかをなんかないか言うて、はい、一生懸命やってたこう我流でなんとか YouTube 乗っかろうとしてた時期これどこが YouTube 確かにどこが誰が見えるのこの後みんなねこれ YouTuber がやる出してた誰がユーチューバーがやんねんこんなもん先駆者先駆者どこがやんねん、はい、じゃあ第4位は、うん、ユースケを吊るし上げるですこれは最近吊るし上げるはいあスポッチャいたやつかスポッチャいたやつご自分の YouTube 見られてない確認とかされないんですあれや、うん飛んでみね、はい、そうそうですトランポリンとか、ボート場の近くにあるんですね、うんうんうん、トランポリンやったやつねそう、はい、激痩せしようなんか1日でなんとか YouTube の本数稼ごうってしてるそんなことないわその時期のやつ鋭いねさすがやで大変やったやから、はい、これめっちゃビビっとってそうそうなんですめっちゃビビってしてる、はい、めちゃくちゃビビやでそうですよね可愛かったよ動けないでこれかわいいね。でも今なってるだけだよ。ここから上がるとまだやで。めちゃくちゃバズってる。どこがバズってるか。ゆずきさん。これほんまこうやってね。どうも。これ変わってこ。この時間だよね。じゃあ。これめちゃくちゃ。マジですごかったよ。あんまりこれ。かわいい。どこが可愛いの？赤ちゃん見て。やばい。見てみ、見てあのタクシーの人だ。ほんま、ちょっとだけね。これ25分ぐらいのちょっと。ジダルさん。これね絶叫マシン。どこ？3歳からできるね。コンビニの絶叫マシンやで。あのユウスケさんはすごいあのクールで強いイメージなんですけど。どワイルドでロンリーで一匹狼だもんね。ロンリーウルフロンリーオンリーウルフオンリーウルフの感じなんですけど人見知りだけやないかそんなユウスケさんって意外とこう怖がりさんっていうかめちゃくちゃ怖がり可愛くね、はい、そこがこうギャップでなるほどね、はい、キュンと言わせて先導すなよお前ギャップでキュンされるところギャップでキュンでね登った時のこのユウスケさんの焦ってる、うん、あの感じがこうなんかすごいもどかしいというか、うん、イライラするユウスケってユウスケってありがとう大好きってユウスケ大好きって大丈夫気持ち悪い
そんな大人のファッションやもうええわそれあれでも、はい、あ こうなってたやん こうなっててほんまこういくやつやん、うんうん、でもこの時はこうなるんちゃうかなとならへんじゃんこうなるわけねえこういう角度じゃないとならへんそうやねでもここにいたらこうなるんちゃうかってやっぱ思ういやすごいそんな想像もできるそうどういうふうに言うてんなその想像がいろいろお笑いになったってすごいいろんなとこアンテナ張っていや女性としてあかんやろでもそんなビビる姿はいやでもそれにこう上に行った時にやっぱ服装も良かったつなぎ確かにつなぎでこう大の字になってるのがやっぱ可愛いかったどこがクマさんクマさんみたいなキュンキュンマヨメもう太ってるのがいいとか言うとあかんで痩せなくて絶対痩せなくてこれで言ってくれたら太ってる、はい、絶対痩せあれからめちゃくちゃ飯食べてんのちょっと渚ちゃんもっと太ると思う渚ちゃんちょっと言わせてくれもっと太ると思うから渚に今のがいいとか太って絶対痩せなくて絶対痩せなかんからいや絶対痩せないでください OK それこの間言ってくれた俺ほんまにめちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃ飯食ってんの今がベスト本当に今がこうゆうすけさんのこう、うん、オンリーウルフなちょっと強い感じどこがやねんなんか とっつきづらい感じがこの丸い感じによってそれが和らいでる、うん、なるほど前でやって、はい、いやかわいいちょっとかわいさも出てる、はい、あかんってめちゃくちゃ痩せなさいよめちゃめちゃ飯食めちゃめちゃ飯食じゃあなお前で それでゆうすけさんの良さなんですけど、うん、でも、うんそのそれを見て大笑いしてる津田さんがもうなんかみんながこう一緒に笑わされるっていうか楽しそうなキャッキャしてる津田さんを見れるっていうのもこの動画の良さ津田さんが一番笑う時ってゆうすけさんがあのビビってる時とか苦しんでる時に嬉しなってるなって、ね、嬉しなそう感じてたあの嬉しいじゃあ第3位はあの今年のバレンタインの目標です覚えてますか覚えてますか覚えてますか学校で撮ったやつやね、うん、はいそうです LGK で撮ったやつや、うんはい、もうこれこそダイアンだっていう何だよ本当にすごい感じ、はい、ファンとしてなるほどもう本当にダイアンさんの魅力が全部詰まってる動画、だから例えば東京の番組とかダイアンどんなんですかってなった時に資料映像として渡してほしいぐらい説明書みたいな、はい、説明書すべて20年間を物語ってる相当レベル高いことやってんのあれずっから出る出る出る。火事。火事ちゃう。何やねん俺の変装。何やそれ焦げ臭いんか。握りっぺよ。焦げ臭かったらもう病院行くわ。ほんま前も火事。熱かったんか。匂いか。実は実はもういいちょっと俺もびっくりすんねんちょっとも寝れへんのいやそのバレンタインとこの動画関係あるのかもバレンタインデーやねん今年の目標何個毎年やってるから言う何言うだかんねんバレンタインデーそれで聞かせてバレンタインデーでなんで突撃すんのお前の今年の目標何個まだギラギラしてるよな6個かわいいそれあの運動会の子供6個運動会の子供の時のリアクションしてるやんかわいい頑張ってる頑張ってる頑張ってる俺の7個それはそれはおかんの笑いおかんやねんありがたい行こうなどこにやねん何に行くねどこに行くねもう二度とどっかに禁止言ってくれなあなんで禁止かわいいむちゃくちゃやもんこれ何がええのどこが説明書これどこを切り取ったのかなこれの
良さ分からないですか？良さ何？え、自分たちで見て、この動画見てどう思いました？何も考えていないとしか思わない。いや、これがはい、もう本当にダイアンさんのなんか良さってなんだっていう時に、やっぱ男子中学生みたいな2人のこの仲いい、こうなんかキャッキャした言い合いとか、なるほど、休み時間みたいな、休み時間みたいな青春、なるほどね、はい、あとやっぱあの殿下の宝刀握りっぺ、あ、最初ね、はい、握りっぺから始まる、握りっぺが始まる、アイドルが握りっぺなんか言うたんかおならが面白いと思ってる大人はお二人だけ、仲良いと平庸もんな、はい、なんか言ったらお尻からあんな音が出る可愛い音いいですよね、まだ理屈分かってる、まだ理屈分かってる、なんであんな音出るの音やと思う、お尻からそれまだ不思議ない、まだ不思議、ずっと不思議まだ面白い、そうそう、まだ面白い、なんかそのまだこう少年みたいなお二人がすごい可愛いなと思って、本当なんかね、こうファンの方は分かると思うんですけど、ダイアンさん見てたら癒される、面白いし、可愛いし、癒されるっていう、なんか嬉しい、そう、パンダみたいな感じなんや、あ、そうです、パンダ、パンダみたいな感じで、いや、嬉しいわ、あと津田さんが全力で、あの六個とか言ってるのはこう、あ、なんかやりそうだなっていうか、それも可愛いんですけど、やりそう、はい、やりそうだなって、でも、それにゆうすけさんが動き出してくれた時に、まさかやってくれるって思って7個ってやった時にもう大拍手、やってくれたって、そこでやっぱあのおかんの笑い方が出てる頑張って勇気出したって思って、なるほど、トップがほとんどみたいな感じだね、はい、なるほどね、そうです、飛べ親目線や、ほんまに嬉しいわ、なんかめちゃくちゃ褒めてくれるやん、そう、いや、これが自分再生数少ない方やで、これ多分、でもファンは多分だからファンの好きなのと、やっぱこの視聴数って比例しないんだなって思います、うん、おー、なるほどな、なるほどねもっと言ってほしいんやけど、100万回再生とか行きたいのよ、これ100万は無理です確かにねこれ100万は無理、マジで登録者数が100万人いきますように、よし